マット・ポリンスキーは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。スターリング・ジェームス・キーナンのリングネームでローヤ1、PW、IWC などのインディー団体で活動していることで知られる。2011年に WWE と契約。参加の NXT にて、コリー・グレーブスのリングネームで2014年まで活動していた。現在は、 カラーコメンテーターとして活躍している。弟は FCW にてバディステッチャーのリングネームで所属し、現在はサムアドニスのリングネームで CMLL を中心に活動しているサミュエル・ポリンスキー。父はピッツバーグでインディ団体、ファー・ノースレスリングを運営していたダン・ポリンスキー。2000年3月、プロレスラーとしてデビュー。 ノリー・ファンク・ジュニアが主催する団体であるファンキン・コンサバトリーにてトレーニングを積み、2002年に IWC、2005年にはイギリスの団体である1 p w の所属となり、この2団体を拠点として数え切れぬほどの様々なインディ団体へ参戦。2002年10月、トロイ・ローズ戦にてデビュー。しばらく中堅としての位置になるが2003年10月1日に、 IWC ヘビー級王座を獲得してトップ戦線に進出。2004年にはスーパーインディ王座をめぐりクリス・セービン、サンジェイダット、PT、ウィリアムスなどとシングルで対戦するが、いずれも勝利をすることができなかった。だが、スーパーインディ王者であったセービンがベルトを返上したことにより12月の4ウェイ形式の王座戦に勝利し、ベルトを獲得。 CM パンク、クラウディオ・カスタ料オールなど当時キャリアの浅かった、レスラーたちの壁として立ちはだかる存在へとなり、2006年には、デニス・グレゴリー、ジョン・ボレン、M ドック20と共に、チーム IWC を結成し、アビス率いるザ・アン・ホーリー・アライアンスと団体構想戦を展開。2007年8月に名優であるデニス・グレゴリー戦を、最後に対談。2005年1月、 ディーロ・ブラウン戦にてデビュー。デビュー当初からトップ戦線に加わる者のもと WWE やティネのレスラーが多く参戦していただけに、あまり勝利を得ることができなかった。2007年に一 PW ヘビー級王者であったウルフ・ハーマンと王座をめぐって交想し、数度挑戦するも失敗に終わるが10月13日のスティールケージマッチにおいて、 最終決着戦を行いようやく勝利を手にしたと、同時にベルトを獲得。約2年間防衛し、2009年4月にマーティンストーンにて王座を奪取されたことにより1、PW への出場は減少し、9月の PPV を最後に退団。ローには2003年からスポット参戦し、4月25日にタッグチームスクランブルマッチに参加し、イージー、マネーと組んで、 サイス AT から勝利。2005年8月の PPV では、ジョン・マッチェスニーとのシングルマッチで勝利。2009年には PPV にて、デリリアスとシングルマッチを行い破れている。2006年4月、WWE にジョバーとして出場し、スマックダウンのダークマッチにて、CM パンクと組んでジムナイト対戦。6月には、バラーシティにて、 IWC の頃からのメールであるジョン・ボレンと組んでザ・ピット・ブルズと対戦。そしてシングルマッチにおいては8月のヒートでバルビーナス2007年8月のスマクダウンにてマーク・ヘンリーと試合をしているがいずれも敗れている。2011年8月 WWE とディベロップメント契約を交わし参加の FCW にてコリー・グレーブスのリングネームでロスター入り。 2012年3月、ジェイク・カーターとタッグを組み、同月15日に FCW フロリダタッグチーム王座を獲得。5月には NXT シーズン6に出場。8月に FCW と NXT が統合した新生 NXT に移行。9月よりシングルで活動するようになり、2013年1月3日の放送にて、 NXT 王座を保持するセス・ロリンズに挑戦するが、ザ・シールドの乱入による反則勝ちになったものの、王座を奪取するに至らなかった。以降、ザ・シールドに食ってかかり、ロリンズと再戦するが、またもザ・シールドの乱入を受けて敗戦した。5月より、ワイアット・ファミリーと抗争をするようになり、同じく、ワイアット・ファミリーと抗争していたエドリアン・ネービルとカシアス・オーノと結託。 タッグマッチや6人制タッグマッチで構想を続け、6月20日にネビルとタッグを組んで、ワイアットファミリーと王座戦を行い勝利。ベルトをダッシュしたが、その後、ジアセンションによって王座奪われ、再戦するも返り討ちにされた。この敗戦がきっかけとなり、ネビルに不満を募らせた上で逆上して、構想へと展開するが11月13日の3本勝負による決着戦で敗戦した。 2014年、決着がついてからも、必要に、ネビルを狙い再戦を要求していた。2月5日にリベンジマッチが組まれたものの帰り討ちに、あってしまい、納得がいかずに、ネビルを襲撃したところ、サミゼインの介入により邪魔をされ、新たな因縁が生まれた。憤怒した、グレーブスは、ゼインとの対戦を要求して3月6日に対戦。敗戦するも直後に、ゼインを襲撃して、 留院を下げた。しかし、3月27日に、吉立と対戦しての勝利後に、追い打ちをしていたところに、再び全員に介入された、ことにより因縁は再燃。4月3日にシングルマッチが組まれ対戦するが、両者ともに体力が尽きる事態に陥るも、最終的には、ラッキー13を仕掛けたところで、全員が力尽き、レフェリーストップでの勝利となった。同月十四日、 ジアセンションと組んで、ゼインウソズと6人制タッグマッチを行うも敗戦。6月に NXT ライブにて試合中に脳震盪を起こし、長期欠場している。12月11日、NXT テイクオバー、R エボリューションにて、プロレスラーとしての活動が困難となったために引退を発表。今後はカラーコメンテーターとして活動することになった。他、 米インディ団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。